私は古川欣也です。古川雅子です。1997年から現在まで茨城県で作陶しています。一つの器を欣也が成形し、雅子が絵付けをするという分業で創作しています。太古の昔から脈々と続く焼き物という文化を意識し、手仕事の豊かさ、目で愛でる楽しさを心がけています。赤土に白化粧の温かみのある生地に、古典文様や季節のモチーフなどを鉄絵、染め付け、さらに赤絵、色絵を施した器が主です。基本的には互いにこんな形でとかこんな絵付けでといった打ち合わせはしません。それぞれが自由に作業を進めていきます。ですから意外なものが出てきて驚き悩むこともあります。しかしそれが新しい展開を生むこととなったりします。二人で一つの器を作るという意義がそこにあるのではないかと思います。